はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、やっすーでございます。白血病と予防生活の気晴らしいね、ジャッカー動画を配信していきます。でこの動画でね、白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今日はですね、体重をキープするお話と、まあ、僕のね、今となってちょっと恥ずかしいなっていう体験談をね、ちょ交えながらね、お話しします。まあね、ずっと見てくれてる人ならね、なんやそんなことかって思うようなことなんですけども、まあちょっとぜひね、最後までねお聞きください。先月のね、通院からですね、新しく食生活へのね、指導をね、管理栄養士さんからね、受けまして、それに従ってね、食生活をね、見直していたらですね、まあ、心に負担が少なくね、体重をね、キープすることがね、できております。まあ今まではね、そのまあ心の負担といいますか、食べちゃダメだ食べちゃダメだってね、その怒り心中みたいな感じでね、もう食べたらあかん食べたらあかんってね、思い込んでて頑張ってたんですけども、ね、それがね、逆にその食生活のバランスをね、悪くしてしまってたんで、まあね、しまいにはその心の負担も大きくなって、まあそして挙句の果てには血液検査の結果もね、悪い評価に、ね、なってしまっていました。まあね、食生活をね、見直すのはね、非常にいいことなんですけどもね、やっぱり体に合ったね、心に合ったね、やり方をね、するのがね、いいですよね。まあそれによってですね、調子のいい体の状態になって、それをキープし続けることがね、心にも負担なく健康的になれるものだと思っています。体重が増えてしまうことをね、数値で表す肥満度というのがね、ありますけどもね、まあその肥満度が高くなるにつれて、睡眠中のね、呼吸障害をね、きたしやすくなったりとか、突然死やね、睡眠時死亡をね、引き起こすこともあります。まあ、さらにはね、肥満はね、糖尿病でしょ、高脂血症でしょ、で高血圧、痛風、胆石症、骨粗しょう症などね、まあそういったね、下地にもなりやすくてですね、まあ、そのためにね、狭心症やね、心筋梗塞などね、虚血性心臓病とかね、脳卒中とかの、ね、原因になります。怖いですね、ほんまに。僕もね、他人事とは思いません。まあ、僕はね、病院からね、この前ね、糖尿病予備軍やとね、宣告されてましたので、まあ、それは置いといてですね、まあ、最初にお話もしましたけどもね、まあ、先月のね、通院からね、新しくね、食生活への指導をね、管理栄養士さんからね、受けましてですね、それに従ってね、食生活を見直していったらですね、心にも負担が少なく、体にも負担が少なくね、体重をキープすることがね、できております。そしてね、最近からはね、縄跳びもね、始めております。まあそのようにね、運動も少しずつ始めたんですけども、まあ、体というものはですね、食べたものでできていると言われていますけども、まあ、実際ね、体重をキープするには、その食事と運動、どっちがね、大切やねんって感じなんですけどもね、これはね、両方です。まあ、これも先ほどもね、ほんまついさっき言いましたけどね、縄跳びね、これ縄跳びはですね、先々週の月火曜日5月5日からですね、まあ、朝活としてね、まあ、晴れた日にはね、縄跳びをね、毎日始めてます。まあ、しんどくなったらやめるという感じのスタンスでね、まあ、それなりにね、一応毎日続いておりますよ、こんな僕でもね。そしてね、コメント欄でもね、皆さんからね、たくさん教えてくれるんですけどもね、まあ、その中でも僕はウォーキングも始めました。しっかりとしたね、ウォーキングまではいかないんですけども、お散歩をね、その縄跳びしてからのクールダウンをさせるためにですね、体をクールダウンさせるためにね、30分間ね、行くようになりました。まあ、縄跳びはね、2週間経って、てるんですけどもね、ウォーキングがまだ3日ですので、まだまだその何の効果もね、見えてないんですけども、まあ、これもね、続けていけば、まあ、少しはね、体力も筋力もね、回復してくるはずです。で、そしてね、食生活をね、見直してね、実際にはですね、食事の量はね、増えてますけどもね、体重はね、57キロ台をね、キープしてます。まあ、ご飯を食べて後にすぐ体重計に乗ったらですね、まあ、58キロ台なんですけども、トイレでね、出したりしたら、しばらくするとね、56キロ台までね、なってます。まあ、しばらくってもすぐじゃないですよ。まあね、3、4時間経ったからなんですけども。まあ、でもそんな僕はね、もともと退院してからね、体力が増えていくとともにね、体重もね、増えていってしまっててね、最終的にはね、72キロまでね、増えたんですよ。まあ、非常にこれは失敗やったなぁと思いますね。まあ、こんな自分が恥ずかしいですわ。まあ、それが原因でね、コレステロールと中性脂肪が上がってしまってね、ダイエットをして、まあ、現在ね、まあ、減量に、まあ、何度か成功中でございます。まあ、そしてそんなね、減量のね、体重をね、キープするにはですね、
まあ、食事と同じぐらい運動が重要になるっていうことをね、そのアメリカのコロラド大学のね最新の研究がね明らかにしてます。まあ、この情報はね3月に今年の3月に上がった情報なので、まあ結構最新な情報だと思います。この減量後のね体重をね維持できている人っていうのはですね、維持できてない人と比べてね1日のうち300キロカロリーもね多く燃焼していることがね分かっているそうです。まあ、そのうちね180キロカロリーはね身体活動量にもよるものなんですけども、まあ、この研究では摂取カロリーをね減らすことよりも体を動かすことの方がね、あの体重維持にね不可欠であることをね教えてくれていますね。まあ、一つの例を挙げますとですね、体重をキープしている人はですねキープしてない人と比べて歩く歩数がね多いことがね分かったらしいんですよ。その筋トレをぐーってめっちゃしてるというわけじゃなかったようですわ。標準体重の人のね平均の歩数はね1日あたりね8900歩やったんですって。で、まあ標準よりも体重が多い人っていうのは6500歩だったのに対して、まあ、体重をキープしている人っていうのは12100歩もね歩いていったそうなので、まあ、体重をキープできずに標準値よりも多い人に比べてはその倍のね歩数をね歩いています。そうですね、6500歩に対してね12100歩なんでね、ちょっと倍近いですよね。この研究をしたねコロラド大学のアンシュッツ健康ウェルスセンターのねダニエル・オステンドルフ博士曰くですね、体重が減るとですね体は元の体重に戻ろうとするためにですね代謝を適応しようと試みるそうです。太っていた時より痩せている時の方が燃焼するカロリーは低くなるんですって。でつまりですね、食事の摂取量を減らすか運動でカロリーを燃焼させるか、まあ、その両方を掛け合わせることで、まあ、体重を維持することができるということみたいです。なのでね、ウォーキングまではいかないんですけどね、まあ、僕はお散歩を始めたことによってね、よりね今をね健康的にキープできるようにね頑張ってみようとね思ってます。この縄跳びの後のね、クールダウンをするようにですね、ゆっくり優しく歩いてるので、ほんと疲れることはないんですよ。まあ、皆さんもね、お散歩程度にね、だらだら歩くことをね、一日の中に、ね、取り入れてみたらね、いかがでしょうか。まあ、今までより歩数が多くなれば、単純に歩数が多くなれば、今までよりも運動量は確実にね、増えていきますので、まあ、ゆっくりですけども、効果はね、確実に出てくるはずです。まあ、こんな時期でね、人の多い時間はね、そういうのに出にくいんですけどね、避けたいんですけどね、まあそのね人がおらん時間帯を見計らってね少しずつですけどねみんなでね頑張っていきましょう。今日は以上です。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてねこの動画このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。